かりしないで果実しよ。果実。はい、もしもし。カリカリしないで果実しよ。カリカリしないで果実しよ。行こう、竜の住む国へ。竜と暮らす冒険 RPG 果実。カリカリしないで果実しよ。はい、まずゲームの CM をやらせていただけるのもすごく嬉しかったですし、海外の企業様に私のこと知っていただけてたなんてっていう喜びがすごいありました。はい、そうですね、果実の世界観に合わせた爽やかな空気感なんですけど、すごく何ですかね、コミカルな部分もあって爽やかな部分もあって、なんか優しい CM になっていて、なんか皆さんにこのゲームをプレイしていただけるようなキャッチフレーズもあったりして、はい、ぜひ、すごいワンフレーズの言葉があるんですけど、その言葉がもう頭から離れないぐらいすごい可愛い CM になってるので、はい、ぜひたくさん見ていただきたいです。そうですね、この果実が竜と冒険するゲームなので、ところどころその竜のポーズといいますかが2箇所ぐらいあるんですよ。それはなんか先生にちゃんと角度もちゃんとしっかり教えてもらいながら竜のポーズをやってみたので、そういう部分はちょっと注目して見てほしいです。そうですね、リラックスするために私は音楽を聴いたりとか、それこそ友達と遊んでゲームしたりとか、そういうことで結構リラックスしてますね。なんかこのカリカリしないで果実しようっていうフレーズがなんか結構なんですかね、現場とかでよく皆さんが忙しい時とかちょっとなんか慌ててる時とかに、なんか冗談でよくキャストの人たちともうそんなカリカリしないでみたいな言い合いを現場でしてたことがあって、なんかそれをすごい今回思い出しながら、なんかこれこれ今後たくさん使っていきたいなって思いましたね。はい、いや本当にすごい世界観でした。なんかこんなに何ですかね、もういろんな世界があって、なんか何ですかね、もうキャラクターももちろんそうですし、洋服とか何ですかね、アイテムとか自分のお家とか、そういうものを一から自分で選べたり作れたりする空間が本当に可愛らしくて、なんか早くやりたいな私もって思いましたね。本当にいろんな要素が詰まったゲームになっていて、もう女性も楽しめますし、男性も、もうたくさんの方が楽しめるゲームなんだなって感じました。はい、私は小さい頃からヘアメイクさんに憧れてたので、ヘアメイクさんはやってみたいなと思いますね。なんかすごい心をときめかせてくれるような、なんか素敵なお仕事だなって、自分がなんかやってもらってて、はい、思うのでやってみたいですね、生まれ変わったら。はい、そうですね、でも野菜栽培をお家でやりたいですねなんか野菜とか、なんかそういう、もともとおばあちゃん、私のおばあちゃんがそういう野菜をたくさん、フルーツとか野菜を作ってくれたりするんですけど、私もいつかなんか自分の畑みたいなのを持っていろんな野菜を育ててみたいなって思いますね。はい、そうですね、本当にこのゲームは何ですかね、いろんな要素が詰まってて、なんか女性もすごく楽しめるような可愛らしいなんかキャラクターアイテムだったり、服装だったり、お家だったり、なんかすごく、ま、何ですかね、私もねこれからたくさんやりたいなと思ってるんですけど、ぜひたくさんの方にこのゲームを楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。
カリカリしないで皆さん加熱しましょう。ありがとうございました。カリカリしないで加熱しよう、カリカリしないで加熱しよう。行こう、龍の住む国へ。龍と暮らす冒険 RPG カリツ。